セブンの家でラジオごっこ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。セブンオーダーの安井健太郎です。僕たちセブンオーダーは7人組のグループで、歌やダンス、バンドにお芝居など様々なことに挑戦させていただいているのですが、ここラジオごっこでは僕安井健太郎がラジオに挑戦させていただいてきました。はい、ここセブンの家でみんなと一緒にゆったりとお話をしてきたんですけども、今回をもって、一旦ね、お休みというか、させていただこうかなと思ってます。自粛期間から始まったね、もう本当思いつきで始めたものなんですけども、なんか本当楽しくさせていただいて、今日もね本当にちょっとリハーサルとかで忙しくて、本当に撮るのがギリギリになってしまって、もう、ね、年末も年末なんですけど、31日に多分アップされる予定なんですけども、多分ちょろっと聞こえてる方いるかもしれないですけど、ただいまアトリエ大掃除中ですので、今ちょっと僕一瞬抜けさせてもらってあれなんですけど、モロがサボってるようですね。そうなんです、やっぱりね、こう自分たちのね、お世話になった場所は自分たちで掃除するというのが僕らの決まりですので、アモロがサボってるという。ちなみに俺が今日一番見てて、ああいいなって思ったのは、アランがめちゃめちゃ風呂の掃除をしてたのがすごい良かった。風呂全然使ってないのにやっぱ一応掃除するみたいな。こんなんで評価されんのは、やんにんやさんサボってるぞ。さっきまでめっちゃやったわ俺。さあということでね、ちょっと話逸れてしまいましたけども、まあ、今回が一旦最後ということで、皆さんぜひ、ね、お付き合いいただいたら嬉しいでございます。さあまずセブンの家に届いたメールを紹介していきます。ラジオごっこネームパセリンさんが遊びに来てくれました。いらっしゃいませ。安井くんお邪魔します。ラジオごっこがひとまず最終回ということでお疲れ様でした。自粛期間のあの頃から始まったラジオごっこ、毎週日曜日にラジオごっこを聞いて癒されることが私の中でのルーティーンになってしまっていたため、とても悲しいです。安井くんのラジオごっこでの一言に心が軽くなったことがたくさんありました。特にお悩み相談の時の言葉はどれも胸に刺さることばかりで、携帯のメモに言葉を入れてしまったくらいです。本当に本当にありがとうございました。またラジオごっこがふらっと帰ってきてくれることを願っています。本当にお疲れ様でした。そしてありがとう、ありがとうございます。さあ続いてちょっともう一つ読んでいきますね。ラジオごっこネーム青さんが遊びに来てくれました。いらっしゃいませ。安井くんこんにちは、いつも楽しく聞いています。今日は安井くんにお礼を言いたくてメールをしました。毎週ラジオごっこ更新してくださり本当にありがとうございました。今年は今までにないような変化ばかりで、いろんなものがなくなったり、自分自身も気づかないうちに落ち込んでいたり、そんな中安井くんのラジオごっこが日々の楽しみになりました。もちろん他にもたくさんのコンテンツで盛り上げてくれて、セブンオーダーを好きになってよかったなと思う毎日でした。ラジオごっこで安井くんの考え方や言葉に救われることも多かったので少し寂しいですが、一旦お休みということでお疲れ様でした。32回も続けてくれて嬉しかったです。ありがとうございます、ということで、いやー本当にね、言うたら結構やりましたね。半年ぐらいやったのかな、なんやかんやで2クールやってるんですよ。だから2クールです、2クールぐらい。ドラマで言ったらすごいすごいやってる、あの昔の華麗なる一族ぐらいやってる。華麗なる一族って2クールやってたよね昔、覚えてない、知らない。あそう、俺あれ好きだったんだよな。まあ本当にでも自粛期間から本当になんとなくね、やっぱ僕は今そうやっていろんなコンテンツを届けてくれてありがとうございますって言葉いただいて、本当に僕の方こそありがとうございますなんですけど、まあもうどうしようもないことでもあるし、僕らだけじゃなくて、なんだったら僕らより大変な方たちって、そのエンタメ業界だけじゃなくてたくさんいると思うんですけど、まあやっぱりコンテンツとかを届けられないっていうところの申し訳なさというかはすごくありましたね。だからでもやっぱり何かを発信したいなっていうところから、なんかこう角度違ったこういうちょっとゆったり喋ったりとか、まあ、いつも喋らない感じのテンション感で
メンバーも呼んで、メンバーともなんかこうまたよそ行きの、最近結構いろいろ PR でラジオとか出させていただいてるんですけど、そことは多分また全然違う感じの温度感のトークっていうか、本当にこういうアトリエにみんなでいて、なんかお弁当とか買ってお弁当食べながら喋ってるみたいな感じをそのままなんかお届けしてみようかなっていう、そのなんだろうな、もちろんそう作り込んだコンテンツっていうのはすごいいいんだけど、なんかこういう時期だからこそ、その間接的にもなんか一緒にいるみたいな、なんか一緒にこうご飯を食べてるとか一緒になんかだべってるっていう雰囲気がなんか作れたら、なんか少しでも心が紛れたらなみたいなのはちょっと思ってやらせてもらったんですけど、なんか蓋を開けたら本当に好きなようにやってしまって、なんか本当になんだろう、メンバーも来てくれて喋るんだけど、本当にこれ仕事なのかみたいな、仕事っていうかなんか、うん、本当になんかダラダラ喋ってるだけみたいな回で、良くも悪くも、それがなんか僕ら的にもなんか意外と、僕は個人なんですね、メンバーは本当ね毎回付き合ってくれてありがとうって感じなんですけど、僕はすごい人と喋ることで気が紛れるタイプなので、なんか、うん、すごいリフレッシュっていうか、うん、なんかね僕自身もすごい救われたなっていうのがあるっすね。うん、いやでもそう言っていただいて本当に嬉しいです。32回もやってたんだなっていうのをちょっと今改めてびっくりしました。お悩み相談やったね、あれでもいいですね、優しい気持ちになりますよねやると、うん、優しい気持ちになるんですよ、なんか、あーみんな悩んでんだなみたいな、悩むからね、俺も悩むしね、俺も悩むことあるけど、なんか自分でこうしたらいい、俺はこうしてるよとかこうしたらいいんじゃないって言うことによって、なんか自分も整理できてた気がする、あ俺こういう風に考えてんだとか、それはすごいね、自分を見つめ直せたかもしれないなと、僕も結構好きなコーナーでした。最初はね、な俺が言う悩み相談乗れるほどのなんか感じじゃないけどなって思ってたんですよ本当に。だけど自分も整理できるのは本当にやってよかったなって思いましたね。セブンの家でラジオごっこ、さあでは最後に最後の企画いってみましょうか。 We are セブンオーダーです。僕たちセブンオーダーに最近出会ってくれた君からの質問を募集しました。前回した質問はメンバーのそれぞれのセブンオーダーでの役割とセブンオーダーのスターターキット、それぞれの質問にみんなからたくさん回答いただきました、ありがとうございます。その中からいくつか紹介していきます。まずはメンバーそれぞれのセブンオーダーでの役割について、ラジオごっこネームしおたむさんが遊びに来てくれました、いらっしゃいませ、けんちゃん、はっきり物事を言うしっかり者のママ、サナピー、若干安いママに尻に敷かれ気味の優しいパパ、モロ、絵画大好きでお笑いセンス抜群のバラエティブラザーズのお兄ちゃん、ミュート、パセリが大好きでおしゃれさん、ツッコミがピカイチのバラエティブラザーズの弟、ハギちゃん、真面目なところがありながらたまに天然さが炸裂するまとめ役、アラン、俺スタイルで我が道を行くペルシャ猫、ナガツ、実はふざけるのがあんまり好きじゃないけどめちゃめちゃふざける多彩な才能を持ったセブンオーダーの末っ子、なるほどなるほど、まあ、続いて読んでいきますね。ラジオごっこネームネームさんが遊びに来てくれました、いらっしゃいませ。安井さん、アイデアマン、会話の技術に卓越していることから MC 担当、性別を超えたモテテク担当、サナピーさん、音楽担当はもちろん全世界の愛おしい担当、バチクソかっこいいギター担当、諸星くん、気配り盛り上げ隊長、さりげないツッコミ要員、しっかりしすぎなくていいんだという安心感を与えてくれる担当、森ちゃん、お森ちゃんって呼ばれてんのすごいね、呼んでほしいって言ったからだ表現の天才、お酒エピ担当、さりげなくトーク進行を助けてくれる担当、おしゃれお兄さん担当、ハギちゃん、幅広く手を出すマニア、セブンオーダーの学級委員担当、おいしいご飯を作ってくれる担当、
アラン君、圧倒的顔面担当、ラップ担当、まさかのオタク担当、可愛さ満載猫ちゃん担当、長妻君、突然の気候担当、見た目完璧イケメン担当、遊び心担当、アート担当。これね、ちょっと YouTube のコメントからね引っ張りました。さらに続いてラジオごっこネームキキさんが遊びに来てくれました。いらっしゃいませ、安井健太郎、 MC 上手のリーダー、可愛いとかっこいいを兼ね備えていることはもちろん、グループ内での身長が一番低いのに踊りが一番大きい最年長です。一言で言うならみんなを引っ張っていく存在、最年長であるもののとても若く見える。真田優馬、グループ内のいじられキャラ、セブンオーダーの神曲はほぼほぼサナピーが作っている、はしゃぐメンバー6人を近くで優しく見守るお父さん的な存在、不憫なことが多いけれども積み重ねた努力は人一倍すごい。森田ミュート、ダンスがすごく上手、振りを考えたり海外に行ってダンスをしたりと愛が伝わってくるほど、歌を歌っているところで気持ちよさそうに歌っているミュートはとても輝いて眩しいです。おしゃれ番長。アベアラン、まず第一にビジュがいい、とにかくいい、どの表情も美しく見える。アランはラップがすごい、舞台フプノシスマイクの青棺さまとき役というだけあり、セボーダの楽曲のラップパートは大体アラン、低い声がたまらない。ハギちゃん、動物とサバゲーが好き、多趣味、 YouTube などではあまり深く取り上げられることはないが、たまに見切れるさりげない優しさ、ファンにはちゃんと見えてますよ。料理が上手、バーベキューの会や水くんの誕生日の会で披露されています。長妻レオ、グループ内最年少、運動神経が抜群である、ハロウィンパーティーやアンオーダー、セブンオーダー、モバイルサイトでたびたび披露される手先の器用さの持ち主、おふざけキャラみたいなところもあるけれど真面目な時はちゃんと真面目、ザ・スウェッコって感じの可愛い子。なぜモロが最後なんだろうね。モロ星正気、歌声が綺麗、グループ内での担当楽器として唯一副動作のサックスを担当しているだけあり、歌っているところよりもサックスの方が取り上げられがちである、お笑いキャラで場を和ませるのが上手ということで、あ、いろんなね回答をしていただきました。でもなんだかんだやっぱまあ割と分かりやすい、バラバラなところがあるので、多分そのキャラクターがねそれぞれ被ってる人があんまりいないから、まああんまりその差なんつう差はないというか、解釈の違いがあんまりないですよね。うん、基本的には皆さん合ってるんじゃないかなって。でもこの塩田さんが言ってた長津の実はふざけるのがあんまり好きじゃないけどめちゃめちゃふざける多彩な才能を持ったっていうのが、あ、なんかすごい的を得てる部分ちょっとあるなっていうふうに思いました。そう、パッと見はねやっぱ長津すごいふざけも好きなんだけど、ふざけたくてっていうか役割としてやってる部分がちょっとあるような、垣間見える瞬間があるっていうのは、そうですね、 YouTube とか見ていただけるとよーく見るとちょっとあれって思うとこあるのかもしれないですね、うん、よく見てるなーと思いました。やっぱなんか家族に見えるのかな。でも俺は男なんだけどね、どうしてもやっぱり女の子みたいな感じに、お母さんみたいに なっちゃうんだよね。ね、なあと思う。それはそういう風に、まあ、パッと見はそういう風に見えるのかな。うん、なるほどなるほど。でもすごく見てくれてるなって感じがしますね。ミュートの森ちゃん、ね、あのネームさん、さりげなくミュートがトーク進行を助けてくれる担当とか、確かにと思うとこあったりとか、全世界のサナビが愛おしい担当ってとこも、ああ、ちょっともう君はあの真田の世界にいらっしゃいしてますねっていう、ここにたどり着くともうね逃れられないんですよ。これがすごいですね。ここまでたどり着きましたね。いらっしゃいませ。いやいやいや、本当にいろいろねみんな例えてくれてますけども、よく見てくれてるなーって感じはしますね。うん、さあ、じゃあ続いてセボーナのスターターキットの方、こちらの方もたくさん回答をもらったのでいくつか紹介していきます。ラジオごっこネームサチさんが遊びに来てくれました。いらっしゃいませ。安井くんこんばんは。
私のセブンオーダースターターキットは舞台セブンオーダー一択です。皆さんの存在は前々から存じていましたが、びっくりするぐらいに興味がありませんでした。ごめんなさいびっくりするぐらいに興味がありませんでした、ごめんなさい。告白してないのに振られたみたいな感じになる、なるよこれちょっと。でも友達から借りていた DVD の中にひっそりと混じっていて、自粛中のせいか急に何を思ったかとりあえず見てみようと思い立ちました。これが運命の出会いです。初見でこの人たち何、歌って踊ってバンドして漫才してお芝居もしてすごいって少し興奮したのを覚えています。すぐセブンオーダー検索して購入させていただきました。そこからは早かったです。 YouTube 池田見れば見るほど面白くて、今までなぜ見ようとしなかったのか後悔したほどです。そして私がたくさん家でセブンオーダーを見たり聞いたりしているせいか、娘も歌を覚えて名前を覚えて、この中から森田くんが良いかなって話していると思ったら急に沼落ち、めっちゃ笑いました。今では母と娘で楽しくセブンオーダーを応援しています。私にとって全てが詰まっている舞台セブンオーダーを皆さんにお勧めしたいと思います。これからも母と娘いっぱい応援していきますねってことで、ありがとうございます。じゃあ続きましてもう一通来てます。ラジオごっこネームももちゃんさんが遊びに来てくれました。いらっしゃいませ。私の考えるセブンオーダーのスターターキットといいますか入門編は、ツイッターでメンバーの名前やハッシュタグを調べることです。なぜなら丁寧に細かくメンバーの特徴や推しポイント等々をファンの皆様が投稿してくれているからです。それを見るだけで情報が一気に増え、セブンオーダー偏差値がぐんと上がります。画像で分かりやすく説明してくださる方もたくさんいて、とても分かりやすいです。またファンの皆様の温かさを感じることもでき、より一層セブンオーダーの方が好きになってしまいます。セブンオーダーのファンの方をお嫁さんにしたら1億%幸せになれるんだろうなぁと感激するぐらい皆様優しくて素敵です。私自身最近セブンオーダーの沼にハマったばかりです。なのでツイッターでメンバーの名前や出演した舞台の作品名を検索してたくさん知識を得ていますということで、ありがとうございます。そうですね、今ツイッターがすごく、ツイッターとかがやっぱすごいね、ファンの方活用してくださってる方がたくさんいて、そのセブンオーダーになってからセブンオーダーを結構ね見るようになったっていうか、ツイッターとかで、そうすると本当にそういうなんかファンの方がちょっと何かで、例えばそれこそまあさっき言ってましたけどヒプノシスマイクでアランを見てくれた人が、アランは分かるけど他のメンバーは分からないみたいなのを、こういうメンバーがいるんですよとか紹介してくださってるのを見たりとかすると、あ、すごいありがたいなというふうに思いますね。なんか優しい方がでも多いから、結構見ると本当に丁寧になんか結構いいところっていうか、かっこいいところとかをなんかこうピックアップしてくださってる方多いんだけど、なんか受けるみたいなところをなんかピックアップ してる人とかもいてもいいなってすごい思う。なんか変な人多いからセブンオーダーって、変な気候とかをずっとしてるんですよ YouTube とかで。やっぱりでもそういうのをなんかまとめたりとかすると結構面白いんじゃないかなって俺は勝手に思ってて、なんかやばいやつがいるみたいな、そっち全然なんかいじってもらっても構わないって言い方があってるか分かんないけど、なんかいろんな紹介のそこの個性があっても面白いなってすごいね見てて思うから、もう全然気を使わなくていいですよっていう、本当に紹介してくださるのはすごい嬉しいから、逆になんかもうみんな好きなようにどんどんなんかこういうところ面白いよとか、なんかそんな風になんか俺もなんか探すの楽しいしね。そうするとなんか今は結構それこそ最近やツイッターでセブンオーダーのライフのここのシーンがいいとかっていうのを画像付きで投稿してねみたいな公式から出したりとかしてたりとかするから、なんかうまくそういうの使って、なんかまあ大喜利までいかないけど、本当になんかでもセンスいい人多いと思うんですよね。なんか面白って思う文章書いてる人もいっぱいいるから楽しみなんで、ね、読むのが。だからもうみんなで自由にやってもらうと俺はなんかすごい楽しい感じになるんじゃないかなっていう風に思って、でもすごい言っていただけることはなんか新しくファンになってくれた方とか理由としてファンの人が優しい、それはなんかすごい自分にとってもなんだろうな、自慢というか自慢のファンだし自信になるし、昔ねある人にファンはタレントに似るんだよって
言われたことがあって、ファンの方たちっていうのは応援してるその人たちの活動してる背中を見てその日々過ごしていくから、自分たちがダラダラやってたりとか適当にやってたりとかするとそういう風になっちゃうし、なんだろうな、マナーとかも含めてだけど、なんかそのもちろんね、それがなんだろうな、もうそのマナーが悪いから他人が悪いってわけじゃなくて、それは全く関係ないんだけど、でも自分たちがそういうしっかりしてるとそういういい人たちがついてくれるよっていうのはすごい昔言われて、すごく印象に残ってることで、なんかまあ自分たちがどうこうっていうわけじゃないけど、なんかファンの人褒められるとちょっと自分たちが褒められてるような気持ちになんかすごいなる瞬間がすごくあって、それはすごく自分たちにとって、なんか嬉しいことっていうか幸せだなって思うことですね。だからそういう風にファンの人たちがこう楽しく応援できるようなグループでいたいなっていうのはなんかすごく思う、みんながやっぱこうセブンだって面白いよね、応援してると楽しいよねってなるような、なんか活動していければファンの人たちがなんか仲良くなってくれて、また輪がつながってって、なんか本当にどんどん僕たちで遊んじゃってくださいっていうのが僕の意見でございます。はい、ありがとうございます。本当にね、たくさんの回答ありがとうございます。他にもね、 YouTube のコメント欄にねすごくたくさん書いてくださってる方がたくさんいるので、ぜひチェックしてみてください。僕もねちょっと一個ずつね読んでってるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。これからも引き続きよろしくお願いいたします。僕たちがセブンオーダーです。セブンの家でラジオごっこ。はい、ということで今までたくさんセブンの家に遊びに来てくれてありがとうございます。本当にね、なんか家にいるような感じでっていうのはまさにそうだし、てかもうほぼ家みたいなアトリエで撮ってるし、スタジオとかじゃないからもう本当にこう生活音みたいなの聞こえるしみたいな、やってみてね思ったのは不思議な感覚だったな。なんかこの間ラジオ撮った時とか、久々にラジオブース入った時にすごい仕事モードになるの。だから恥ずかしくないって言い方変なんだけど、なんかここだとなんか聞かれてんじゃないかとか思うから、ちょっとなんか変なそわそわする気持ちもなんかあんの。なんかだからなんかすごい不思議な感覚だったな。なんかもちろんなんだろう、お仕事っていう言い方するとなんか冷たいけど、それなりに自分の中でのいいものというかを届けようっていう気持ちはあるんだけど、その中でその最初にディレクターさんとどういうテイストにしようか、いやもうあんまり固くとかなんか作り込んだもんじゃなくって、マジで家で喋ってるような感じで喋るテンションいいんじゃないって言ってもらって、だから最初はなんか結構タイトルコールとかでも、いやちょっと気合入りすぎじゃないとか言われて、もう一回やり取り直したりとかしたのをすごい思い出してた。なんか、だからこのテンション感が不安でもあった。いいのかなみたいな。なんかやっぱなんか一生懸命とかさ、なんつったんだろうな、すごいパキパキパキって切ってく、ダラダラ喋んないっていうか、考えがまとまってからちゃんと話すとかってよりかは、本当に考えながら あこっちかもなとか、喋りながら、ああやっぱこういう俺こう思ってるかもとか、そのこうも俺こう思ったかもとかいう接続も喋るみたいなのがすごくなんかもちろん楽しかったんだけど、ちょっと怖い部分もあったっていうか、これ成り立つのかなみたいな。でもなんかこうやっていくうちにコメントとかすごいあったかくて、なんかまあもちろんね、他の YouTube のああいう映像があってわーってやってるコンテンツに比べたらすごく、派手なコンテンツではないんだけども、自分としてはあんまり飾っ、もちろん YouTube とかも素でやってる部分あるんだけど、そのまあこうやったら面白いかなとか、なんかエネルギーは使ってアクセルを踏んでやってる部分がやっぱりどこかにあって、そうじゃないものをその発信するっていうのは結構ドキドキした部分もある、
まあ絵もそうだし、前決まったこう、まあレギュラーまでいかないけど半年間、約半年間ね、勝手にレギュラーみたいな感じやったのが、なんか、うん、結構自分の中でも継続するっていうことが、まあやっぱ大変だよなって思った。なんかその普通だったら番組があって、もう何時にどこどこに来てくださいみたいな、で行って用意された台本読んでみたいな、やって終わり帰るみたいな。だけどいつ撮ろうかみたいな、ディレクターさんといついつアップだから、いついつまでに撮りたいな、スケジュール合わせて、でリハの前とかに来てとかやっていく中で、なんか別に誰に強制されてるわけじゃないんだけど、継続するってなんか、なんだろうな、うーん、すごいね、なんか不思議な感覚だったかな。でもアップすると温かいコメントが来て、もう改めてなんかすごく、なんだろうな、支えられてるなーっていう風に、自粛期間でなんかみんなもなかなかいろいろね大変なこともあるし、20時間も長いかなとか、そういうところの発想が始まったはずなんだけど、なんか思い返すと、その自分は支えられてるなっていうか、逆になんかみんなのことをすごく近く感じるなんか機会だったなっていうふうにすごく思いました。うん、まあね、セブンオーダーとして、まあナックファイブさんの方でレギュラーのラジオが始まったりとか、PR でラジオやらせていただいたりとか、まあラジオ国以外のところでもこうおしゃべりの仕事がいろいろやらせていただくようになり、もちろんね、一回これはお休みするんですけども、なんかこうどっかでパワーアップしてなんか戻ってこれたりしたら、すごくいいなって勝手に思っています。でもとは言いつつ、もうなんかこうみんなが暇で家でそういうことないからまたやろうっていう始めじゃないことをとにかく祈って、ポジティブなね、また再会ができるように僕も祈ってますので、まあ本当ハギちゃんがね今頑張ってますので、なんかセブンの方でそちらもね、ぜひね聞いてあげてください。初回はすごいガチガチでも力入りまくってたけど、多分すごいね、ハゲちゃんはもう素直だし飲み込みが早いから、もうあっという間に上手になって、すごく聞きやすいラジオにどんどんなってって、ハゲちゃんの成長が見れるラジオになってるんじゃないかなって思います。本当にセブンオーダー、こう1月13日来年のメジャーデビューさせていただくことになって、いろんなことがね変わって、多分いろんなところに出していただいたりとか、ファンの人たちも正直僕も追いつけないよっていう情報量だったりとか、今日もディレクターさんが渋谷に看板でした、すごいねみたいな、いや本当にそういういろんなことが大きく動いてはいるんですけども、まあこういうねご時世だから、いやライブ行けないよとか、地方だから看板見に行けないとか、なんか地方局の番組だから見れないとか、そういういろんなことをやっぱストレスってあると思うんですけど、僕いつも言ってるんですけど、やっぱ全部もちろん追ってることがいいことかどうかって言われたら、いやそれは嬉しい、もちろん嬉しいんですけど、全部を追ったりとか全部を変えなかったりとかしても僕は全然いいと思ってて、なんかこのこと言ったらレコード会社にしても来られるかもしれないけど、なんかもちろん自分たちとしても上は狙っていきたいし、当然それは順位気にしないかって言われたら嘘になるし、キャパ気にしないかって言ったら嘘になるし、それはあるんだけども、でもそれって僕こっち側が考えることで、ファンの人たちがあやってからやるだけだってもちろん思ってもらえることは一個嬉しいことだけど、そういう心配をさせないグループになりたいなっていうのはすごく思います。最初はきっと心配させちゃうこともあるし、なんかみんなのストレスになることもあるかもしれないけども、それを心配させないようなグループになって、笑ってねみんな耐えるように僕らも頑張っていけますので、ぜひ、まあ、こんなことはきっとこういうとこでしか言えないからねあんま公のとこで言うとなんか言われちゃうかもしれないから、でもまあ僕の思いとしては、そうこれはもうでも僕個人の思いなんで、まあ、そう別にメンバー同行ってわけじゃないんですけど、まあ、僕は本当にそういう風に申し訳ないっていう気持ちを持たないでほしいなっていうのが、まあ、そういうのをチラチラ見たりとかするからすごく思うことで、逆にそう思わせちゃって申し訳ないなって思うから、そうじゃないグループもう心配ないねって
ちょっと遠く行っちゃったかもなって、いやそんなことないよって言ってあげられるなんかぐらい余裕のある、なんかみんなもあれ漏れるようなグループになりたいなっていうのが最近の、てか来年の目標かな俺は個人は。うん、まあそのために自分ができることをしっかりとやって、いきたいと思います。まあでもとにかく楽しく、みんなと楽しいをハッピーをやっぱりみんなに与えられるグループになれる、なれるように、頑張っていきますので、来年もよろしくお願いいたします。今年は本当にお世話になりまして、来年もいい年にきっとしましょう一緒に。うん、というわけで、ラジオごっこ一旦最終回ということで、最後にですね、みんながラジオごっこに送ってくれた作品いろいろ、募集したんですごくたくさん来ているので、そちらの方を流しながら、お別れしたいと思います。たくさんの作品を本当にありがとうございます。またいつかセブンの家に遊びに来てね。じゃあねー、バイバーイ。Mega High.